ですですです。あ、こちらの方が大丈夫そう。ですですです。これからですね、トルコの伝統的な楽器サズ、あるいはバーラマとも言うんですが、こちらの演奏とですね、ベリーダンスとのコラボ共演をさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最初はトルコのずっと東ですね、東の方からコーカサス山脈の方に伝わる伝統的な民謡です。キジロル・ムスタファという曲です。キジロル・ムスタファという人がいて、彼の人生はですね、庶民のためにいいことをしてその人生が過ぎていったという民謡を演奏いたします。いろんな調弦があるので早速調弦を変えます。形をしてますけど、ある意味日本の三味線の実は親戚にあたる楽器なんですね。古い時代は今これ3コース弦が張ってありますけど、復弦でマンドリンみたいにたくさん弦が張ってありますけど、昔は絹弦3本みたいにですね、 あるいは羊の蝶の弦3本張って、長さ的にも日本の三味線みたいな、三味線弾ける方にこれを渡したらすぐ演奏されたりするんですが、はい。次にトルコのお隣のギリシャのレベティカというタイプの曲がありまして、だいぶ
トルコの音楽の影響を受けたのがレベティカです。ギリシャのレベティカです。ミシル、エジプトの女という、これもあの古い曲ですね。はい、ザハラさんと共演させていただきます。
いろんな調弦があるのでまた調弦を4曲やるつもりが全部その4曲違う調弦になるんですけども、今合わせたのは吟遊詩人の調弦と呼ばれる調弦です。500年前に活躍した吟遊詩人ピルスルタン・アブダルという人がですね作った有名な曲で泣くなウグイスという曲を演奏します。またあの調弦をさらに変えますけども、4種類目の調弦ですね。熱いとどうしても金属弦なんで伸びちゃいますね。はい、最後にですねトルコの曲ではないのですが、ベリーダンスでよく踊られるランマバーダヤタさんが彼女がモーションをかける時という、これはあのエジプトからずっとさらにもうあのアルジェリア、チュニジア、モロッコあたりまでずっとアラブ圏一帯広がってる民謡です。ただあの、まあ、エジプトとかあのモロッコだいぶ離れてますから歌詞が違うんですけどね、あの歌は同じ、歌というか曲は同じメロディーです。ランマーバーダーアヤタさんが、ザハラさんと最後ご一緒させていただきます。Thank you.
さんでした。ちなみにあの私はあの2つ向こうの駅の代々木上原の方であの音楽教室もやっております。はい、だから田原さんの方なんか宣伝でもありました。皆様ありがとうございました。ベリーダンサーの田原です。普段は渋谷でのレッスンを行っています。で、あとは踊っているのは日暮里のザクロってお店だったり、横浜館内のアリババさんとかで結構ショーをしていることが多いです。昨日は六本木のネフェルティティ東京というところでショーをしてきました。もし皆さんのまたご興味ありましたら、ぜひあの見に来ていただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。続きあのベリーダンスが続きますので、またあの準備ができ次第ショーを見ていってください。